はい。こんにちは。どうも、こんにちは。東白郡百合浜町に住むリチャードソン・アキコさん。腕に抱くのは娘のエミリちゃん、はい、6歳の女の子です。エミリ、恵み、美しい里、美しい恵みがいっぱいあふれる、なんかみんなのこうホームになってほしいなと思って、里になってほしいなと思って、私が中学校ぐらいから温めてました。女の子が生まれたらエミにしようって温めてまして、それがなった。うふふ。気管切開をして常時人工呼吸器を装着しているエミリちゃん。視覚、聴覚にも障害があり、手足の感覚もありません。体内のミトコンドリアの働きが低下することで様々な症状が現れる、国指定の難病、ミトコンドリア病の一種、リー脳症という病気を抱えています。今日はかす汁と、お味噌汁と、きんぴら。おお、美味しそう。ご飯は細かくすりつぶして、いただきます。入れます。ちゅー、うめー、美味しいね。お腹があったかくなってきたでしょう。食事はお腹に小さな穴を開けてチューブを通す胃ろうを通して行います。病気や障害に伴い日常的に医療的ケアが必要な子どもたちは医療的ケア児と呼ばれています。人工呼吸器の管理と気管切開と、経管栄養、胃ろうですね、と吸引と吸入と導尿っていう医療的ケアがあります。あきこさんはシングルマザー、百合浜町の実家で暮らしていますが、エミリちゃんに24時間体制で付きっきりのため働きに出ることはできません。やっぱり私の不注意で死なせちゃったらどうしようっていう思いはやっぱりずっとあって、例えば呼吸器が外れてたのに気づかなかったらどうしようとか、痰が詰まってたのに気づかなかったらどうしようとか。医療的ケア児は全国におよそ2万人いると推計され、ここ10年で2倍に増加しています。医療の進歩によって先天的な病気を抱えて生まれる子どもたちを救える割合が高くなっているという背景があります。中でも鳥取県内の医療的ケア児の人数は134人、人口1万人あたりの医療的ケア児の人数は全国で一番多いといいます。よく笑い、よく泣く赤ちゃんだったエミリちゃん。しかし、アキコさんは異変を感じ続けていました。首も座らないし、こうおっぱいの吸いも悪いなっていうのをずっと思ってて、なんか変だな、なんか変だな。検査入院し、病気が判明。その間、容態が急変し、集中治療室で何度も生死をさまよいました。じゃあ、1、2の3で行きましょうね。1、2の3、ひょー。今は体調は安定していて、訪問診療や看護など、医療、福祉のサポートを受けながら、在宅生活を送っています。しました。よいしょよいしょよいしょ。お姉さん無事ですか？はい、よかったよかった、無事だった。そうなんですよ、はあ、散歩久しぶりだね。よかったね、天気になって。6歳になったエミリちゃん、この春小学校入学の年です。
ですね、やっぱり地域の子どもたちと一緒に通ってほしいなって、一緒に育ってほしいなっていうのがずっとありました。近所に住む子どもたちとの交流を大切にしたいと、特別支援学校ではなく地元の小学校への就学を数年前から希望していました。しかし、東白郡の就学指導委員会の審査結果といたしましては、特別支援学校が適切であろうという、鳥取県の就学支援分科会においても特別支援学校が適切であろうというような結果がありました。特別支援学校までは車で片道およそ1時間。通学だけでも家族の負担が増えてしまいます。今、全国的に課題となっているのが、医療的ケアが必要な子どもたちの進学の壁です。地元の小学校に通いたい。エミリちゃん親子の願いは叶うのでしょうか。